い、皆様こんにちは、ニュージーです。やっちゃいました。喉が痛い。今日ですね、エアコンつけっぱなしで寝てまして、で、うちの作りというか間取り上、寝てるソファーのとことエアコンとの距離がすげえ近くて、エアコンのあれが直で私の喉に来るんですよ。油断してた。それで喉が乾燥しまくって、喉が今めちゃくちゃ痛くて、何ですかね。横にいた友達はどうもなくて私だけなんですよ。で、状況も友達の方も口ポカーンって開けてまして、なんら私と変わらない状況でも私だけ喉が痛い。何ですかね。人よりこう喉の粘膜が弱いのか分かりませんけど、やっちゃいましたね。なんか人より周りより多く風邪というか喉を痛めてる気がします。私ニュージーです。喉痛い。皆様喉が痛くなった時にね、何かこう対応策というかね、対処方法というかね、対策というかね、何かありましたらね、教えて。マジ喉が痛くなった時の対策、喉が痛くなった時にこうすれば良くなるとか、こうすれば早く治るとか、そういう経験なんとかありましたら、皆様ぜひ私に教えてください。喉が超痛くて、もう声出すのもしんどくて、会話するのも少ししんどくてっていう状況です。さっき薬飲んだんですけど、薬飲んでもあまり改善なく、よろしく。っていうか今日元旦1月1日、年の始まりに速攻風邪ひきました。あー、だる喉いて、助けて、よろしく。